こんにちは、ムネです。今回は星に最強センターバックのヘゼンジ選手を紹介していきます。まあ、センターバック起用する方は少ないかもしれませんが、センターバックでも強い選手ですので見ていきましょう。まず、登録ポジションの DMF だと、総合値は86。まあ、守備高めでしっかり守ってくれそうな能力。はい、CB 育成して、ポジショントレーニングアイテム使うと、総合値は90。守備能力が86以上。そして、スピード、フィジコンなどもいい数値。絶好調だと、総合値は100。欲しいとは思えない数値ですよね。欲しい最強センターバックの一人、ギルズ選手と比較してみましょう。身長は188と186で、ヘゼンジが2センチ低い。まあ、ですが、体重はヘゼンジの方が重く、体格良さそう。はい、ドリブルパスなどはヘゼンジが低い。守備能力は、まあ、守備意識が2に負けているだけで、他は同じ。キック力は5高い。スピード、瞬発力、フィジコンはそれほど変わらず。で、ジャンプ、スタミナはヘゼンジが高い。スキルはイェルデがブロッカー、ヘゼンジがインターセプト。まあ、能力に大きな違いはなく、まあ、イェルデの方が強いとは、まあ、一方的には言えないですね。まあ、どっちも星2以上の活躍をしてくれるはずです。まあ、どっちがいいか選びにくいですが、まあ、個人的にはポジション解放に魅力を感じるので、まあ、ヘゼンジ派にしておきます。はい、ポジション適正アイテムに余裕がある方はヘゼンジ選手獲得してみてください。